私の番。絶対よく絶対失敗です。俺の番だ。そんじゃあまたな。行くぞ。はい、そこです。任せろ。ぜ、俺の番だな。これが俺たちの力だ。任せろ。任せてくれ。まだまだいける。
騎集団の戦闘を開始。俺の番だな。行きます。そこに。さてで。なんとかなったわね。
で蹴りをつける。さあ行くぞ。そこです。任せろ。問題なさそうです。当然の結果ですね。速攻で蹴りをつける。エニグマ駆動。私の番ね。問題なさそうです。やりました。よし。よし。これの。よし。ちょろいちょろい。なんだこいつは。
Thank you.
水上バスの乗り場、ここからミシュランに行くことができるんだよな。ええ、30分に1本は運行していると思ったけど、記念祭の間は20分に1本出ているみたいですね。最終は夜の12時半みたいです。そんな遅くまで出ているのか。まあテーマパークで遊んでからレストランでディナーとしゃれ込んだらどうしても遅くなっちまうしな。ミシュラムにあるホテルなんざ普通は高くて泊まれないだろうし。それでも今の時期は満室の可能性が高い。どうする、ロイド。もう水上バスに乗って。そうだな。一度ミシュラ頻繁。そうね、買い物やこ。そんじゃま。
こっちでいいのかね。観光客？ええ、いかにもそんな感じの人みたいね。よう、彼氏たち。ちょいと尋ねたいんだけど、構わないか？ええ、いいですよ。観光客の方みたいですけど。ああ、この街ちょっと広すぎるんだよな。そんでさ、ミシュラムって場所に行きたいんだが、こっちでいいのか？なあ、こっちでいいですよ。俺たちもちょうどミシュラムに行く水上バスを待っているところなんで。お、ビンゴだったか。そんじゃ、俺も並ばせてもらおうかね。あった。俺の名前はレクター。レクター・アランドールだ。エレボニアの帝都からさっき鉄道で着いたばかりだぜ。エレボニアの帝都。帝国の方だったんですか。へえ。それにしちゃなかなか活かした格好してんな。サングラスなんざかけてもろにバカンスしようじゃねえか。おお。クロスベルっていや最近リゾートでも有名だから、豪にいれば豪に従え。これでも気合い入れてきたんだぜ。気合を入れる方向が間違っている気もしますが、やっぱりテーマパーク目当てでいらっしゃったんですか？テーマパーク？なんだそりゃ。そんな面白いもんがミシュラムにはあんのか？ええ、まあ俺も行ったことないですけど。もともと保養地でしたけれど。へえ、なるほどね。まあ今回はただの代理として出席しに来ただけだからな。もうちょいいろいろと調べてから来りゃよかったかもな。代理として出…あ、来たみたいだな。なかなか生かす船ではないか。早速俺様は甲板席の最前列をゲットさせてもらおう。すんじゃお先にな。なんだかランディをさらにチャランポランにしたような人だったわね。どういう意味だっつの。俺はあそこまで遊び人って感じじゃねえだろう。十分遊び人風かと思いますけど。ま、同じ遊び人でも全然違うタイプかもな。ランディみたいに夜遊びとナンパが趣味っていうより妙にフリーダムな感じというか。おお、分かってんじゃねえか。俺と同じくらいの年みてえだが、一人で何しに来てんだろうな。あら、奇遇ね。あなたは？おお、キリカさんじゃないっすか。おとといはどうも。ここにいるということは、あなたたちもミシュラム？ええ、キリカさんもですか？仕事半分、観光半分ね。それより、今の派手な格好した子は、あなたたちのお友達かしら？いえ、先ほど知り合ったばかりです。なんでも、エレボニアの帝都から観光…帝都から？ひょっとして…ええ、ユニークそうなオーラをまとっ。それではお先に。あなたたちも早く乗りなさい。いやー、相変わらずクールで素敵だぜ。仕事半分って言ってたけど、やっぱりテーマパークが目当てかな。芸能関係の仕事ならその可能性が高そうね。出航するみたいで。なあ、おっ、水上バスか。初めて乗ったけど結構豪華な内装だな。
バスと違って IBC が全面的に運営しているから乗船料も基本的にタダだしね。とっぱらですね。ま、ミラを持ってないと行った先で何もできねえけどな。到着まで20分くらい、適当にのんびりするとしようぜ。最後ではないでしょうし、またの機会にゆっくり訪ねるわ。ぜひそうされてください。そういえばアルカンシェルの新作はどうだったっすか。確か昨日見たんですよね。ええ、夜の部にね。私もいろいろな舞台を見てきたつもりだけど、あんな奇跡的なバランスで成立しているステージは初めて見たかもしれないわ。奇跡的なバランス、演出、衣装、本、そして派手な舞台装置にアクロバティックなパフォーマンス、どれも極めて質は高いけれど、でもイリア・プラティエ、彼女の存在が核となって個々の要素が有機的に結びついた時、舞台が生き物のようになるのね。まるで生命の誕生に立ち会った気分にさせられたわ。なるほど、まさに奇跡かもしれませんね。いやー、さすが芸能プロデューサー。言われてみれば確かにその通りっすよ。ただ今回の新作については、月の姫演じる大型新人リーシャ・マオ、死の気配を漂わせる彼女の存在が舞台をさらに高みを押し上げている。リーシャが死の気配ですか。あくまで私の直感だけどね。太陽と月、金と銀、光と闇、そして彼女とイリア・プラティエは見事なまでに対照的、まさに陰陽対極を二人で体現していると言えるわね。確か東方武術で使われてる概念でしたっけ。別に武術限定ではないけれど、ただ彼女たちが出会ったのはまさに運命的な偶然でしょうね。それを導いたのがクロスベルという都市が持っているあの特異性、そんな風に言えるかもしれない。運命を導く場、難しい話ですけど、なんとなく分かるような気もします。まあそんなに真剣に捉えなくてもいいわ。ただアルカンシェルの魅力はクロスベルという都市そのものと密接に、そのあたりに注意しないと自治州以外での公演はうまくいかないかもしれないわね。では共和国での公演は白紙に。いえ、それはもったいないわ。クロスベル以外でもアルカンシェルの魅力を引き出す方法はあるはずよ。今後の交渉にあたってはそのあたりのプランニングが口説く鍵になるでしょうね。なるほど。すごいっすね、そこまで考えてるなんて。これでもプロだから。
自分なりに本質を見抜き、あるべき目標と状況を設定し、それに至るための手段を考え、どのような仕事であれそれがプロの流儀というものよ。プロの流儀、なるほど。私たちにとっても必要な心構えかもしれないわね。僕らの前には楽園が待っている。さてをどうで波打ち際に走り出そう。白いボートであの島目指そう。魅惑の日。なんかめちゃめちゃ満喫してますね。しかも妙にうまいってのが逆にイラッとくるよな。おう、青春は爆発だからな。旅先で歌を奏でるのはどこぞの王子の専売特許じゃないんだぜ。意味不明なんですが、レクターさんはミシュラムにどういった要件で？テーマパーク目当てではない。ああ、さっきも言ったように代理食えない中年親父の代わりなんだけどよ。食えない中年、名前ゲリアス・オズボンっていう食えない親父ね。やっぱ知ってるか。あの親父、押し出しだけはやたらといいからな。丁寧にヒゲの手入れなんざして、バラの似合うカリスマ美中年でも気取ってるつもりかっつ。エレボニア帝国最初、通称鉄血最初です。まさか帝国政府の方だった。俺はただの二等書記官だけどな。クロスベルのトップの一人でハルドマンとおっさんがいるだろ。去年そいつとギリアスのおっさんが極秘裏にと言ってもバレバレだけど、会談してパイプを作ったんだが、そのパイプのつなぎとして今回俺が派遣されたってわけ。いやー、宮使いは大変だぜ。そうだったんですか。で、そんなことまで俺たちに話してもいいんですか。いいんじゃない。どうせあんたらここで死ぬんだし。今この水上バスに俺の部下が何人くらい。多分片手の指じゃ足りないんじゃねえかな。罠です。いやー、いい反応だ。こんな手に引っかかるなんてなかなか純朴だな。ひょっとして全部ネタってか。いやー、なんつうか、クロスベルに来るまでの間、列車の中で読んだスパイ小説の設定まんま持ってきただけなんだけど、そんなに反応してくれるとは俺様ちょっと予想外だぜ。もしかして律儀にネタに付き合ってくれたのか。ええ、真に迫っていたのでついつられてしまいました。あまりに反応がいいんで、オークションの潜入調査に来たケース。さすがにそんなスパイ小説みたいな話は。そんなわけないじゃないですか。って、それではあなたも例のオークション。ああ、そのつもりだ。ちなみに俺が鉄血最小の代理ってな、なしで。俺はただ帝国貴族のボンボン息子。都合がつかなくなった親父の代理でオークションに出席するつもりなのさ。そうでしたか。悪いけど、その格好といい、帝国貴族の若様には見えねえな。おいおい、お嬢さんたちはともかく、あんたら野郎どもだってボンボンには見えないぜ。違いね。ですが、私たちも一応招待カードを持っています。
ま、あんたら面白いし、そん時は声でもかけてくれ。